女優の小村ヒロさん。とても綺麗な女優さんですが、結婚後いろいろあって表舞台でお見かけしなくなったようですが、一体どうされているのでしょうか。気になったので調べてみることにしました。小村ヒロさん、現在54歳になられていますが、どちらかといえば童顔なので、今でも年齢を感じさせないですね。芸能界入りのきっかけは、1985年地元の北海道でのローカル番組で放送作家の影山民雄氏にスカウトされたことだそうです。いきなりその年に、当時芸能界の登竜門でもあったクラリオンガールの準グランプリを受賞し、桃子という雑誌で連載された小説の映画化で、1986年映画「童貞物語」のヒロインに抜擢され、1987年には黒柳徹子の母の黒柳朝さんの自伝「ちょっちゃんが行くわよ」原作で、 NHK 連続テレビ小説「ちょっちゃん」のヒロイン北村長子役で一躍ブレイクしました。佐藤慶さん、由紀さおりさん、世良政則さん、川谷拓三さん、そうそうたる面々でしたね。平均視聴率はなんと 38% もあったそうです。劇中での北海道弁のなんとか師匠という言い回しは、小村ヒロさんの可愛らしさも相まって当時流行語になり、今では普通にどこでも使われていますね。 NHK 大河ドラマ武田信玄に出演したり、その後サスペンス劇場などの2時間ドラマを中心に活躍の場を広げていきます。しかし人気絶頂の1992年、ドラマで共演した君が嘘をついたなどのトレンディードラマでブレイク中だった俳優の布施宏さんと結婚。二人の馴れ初めは、1989年ドラマ「カラス鳴いたか笑ったか」での共演で、交際期間3年間を経てのゴールインでした。しかし、この結婚が後に影響を及ぼすことになるのです。布施宏さんは見るからに好青年でしたし、結婚後は次々に3人の男の子を授かって、もう誰が見ても明らかに幸せいっぱいなおしどり夫婦で、公私ともに順調に見えた小村ヒロさん。そんな幸せな生活に、まさかの終わりが訪れます。しかも泥沼離婚でした。なんとおしどり夫婦とは名ばかりで、仮面夫婦だったことに世間は仰天。その離婚原因が布施宏さんの浮気だということに耳を疑ったものでした。離婚の決定打は、結婚からわずか3年後、布施宏さん主催の劇団東京ロックンパラダイス所属の女優との浮気が発覚したことでした。その他にも世間では布施さんの DV や劇団の負債、小村ヒロさんのご両親を介護のために引き取ったことへの布施さんの不満などが噂されています。ともあれ、2002年にはマイホームを処分し、2006年には別居に至った2人ですが、布施さんが養育費すら送らなかったことから、2008年小村さんが調停を申し立てますが、布施さんが第1回調停を欠席する事態に。ようやく2009年に調停離婚が成立。子供は3人全員が小村ヒロさん側に。離婚発表会見で小村ヒロさんは、離婚原因について、何度も裏切られるのは女性として複雑と発言しています。そうなんです。元夫の布施宏さん、手癖が悪かったようで、結婚からわずか2年後にとある大物女優と不倫関係になったのだとか、布施さん本人がとある番組で暴露、ドラマ撮影でタヒチに1週間滞在した時に有名女優と肉体関係を持ってしまった。続けて新婚旅行のシーンでボラボラ島に、この発言で作品名と相手女優が特定されることに。その女優さんとは富田靖子さん。1994年ドラマ「バイバイ、フシテ」で布施さんが
新婚旅行後に脳腫瘍で急逝してしまう新郎役。その妻を演じていたのは富田靖子さん。撮影で南の島で1週間を過ごす中、とうとう男女の関係に発展したのだとか。しかも当時富田靖子さんにも恋人がいて、その相手が俳優の筧利夫さんだったらしいのです。そんな調子でおそらくは何回も布施さんは小村さんを裏切ってきたのでしょう。離婚後の2012年、布施宏さんは自身の主催する劇団員で14歳年下の井上和子さんと再婚しています。この女性は創設時からパートナーで、1995年に発覚した不倫相手として噂の女性です。この時小村宏さんの心の中では、やっぱりそうだった、そう感じたのではないでしょうか。そしてさらなる不運が襲いかかることに。小村宏さん、2011年末産婦人科検診で子宮頸がんが見つかってしまうのです。余命5年の生存率は 25.1% 程度で、ステージ的にも末期でした。翌年3月、子宮全摘出手術の際には、当然子供のことを真っ先に考え、不安と恐怖に苛まれました。しかし手術後は、私に起こっている悪いことをすべて子宮が受け止めてくれた、そう考えることにしたそうです。それなのに、ちょうど節目の5年後の17年3月、またしても癌の再発が判明。壮絶な抗がん剤治療と放射線治療の末に寛解。ところが、すぐに肺とリンパ節に転移が判明します。しかも、2014年春頃から原因不明の顔のただれや、皮膚湿疹や排尿障害に悩まされたり、2016年には、がんの後遺症のリンパ浮腫の内手術を受けるなど、まさに立て続けの病。そんな中、さすがの小村さんも再発でがんと戦う気持ちになれなくなった。髪や眉、鼻毛までごそっと抜け落ち、後がないという気持ちになったと動揺を隠せませんでした。なぜと自問自答する中で、こう思うようになっていったそうです。癌と戦うことはもうやりません。それはもう終わりにして、私ができることはあるがままに、癌と一緒に生きていくように考えられるようになったのだとか。その後、抗がん剤治療も2019年2月に休止できたそうです。最初に癌と知らされた時は、全く受け入れられず、医師に、まだ死ねません、とまで危機迫った小村さん。それなのになぜがんと共に生きることを受け入れることができたのでしょうか。そう思えるようになったのは、ある人の一言がその恐怖で固くなった心を溶かしてくれたからだと言います。その人物とは、小村さん自身が余命をかけても守り抜いてきた3人の息子たちでした。その言葉は、そんな日もあるさ。自分で自分を追い詰めてしまっていた小村さん、この一言で救われたのだとか。死ねないと思わせたのも息子さんたちで、前向きに生きていこうと思わせたのもまた息子さんたちでした。ところで、その3人の息子さんたちはといえば、映画監督を目指す長男の健人さん、プロミュージシャンを目指す次男の翔吾さん、引きこもりから立ち直った三男のひろみさん、21歳から26歳の3人の息子さんは、現在はフリーターで夢を追っているといいます。小村宏さんも自分のせいで夢を諦めてほしくないと思っているのだとか。息子さんたちには、これからは今まで命を懸けて女手一つで自分たちを育てて守ってきた母親をしっかりと支えてほしいと思いました。小村宏さん、まだ役者としての活動はされてませんが、講演活動や朗読会など精力的に活動されているようです。以前にも増していい笑顔していますね。
かがでしたか？あなたはどう思いますか？私は波乱万丈すぎる小村ヒロさん。神は乗り越えられない苦難は与えないとは言いますが、まさにこれでもかというくらいのいくつもの苦難を乗り越えてきた小村ヒロさん、本当に強い人なんだなと思いました。生きていることにはちゃんと意味があるのだと思ってしまいました。近いうちにテレビで元気な姿を拝見できることを楽しみにしています。頑張ってください。それではまた次回お会いしましょう。